ただいてるんですけども、違う職業に興味持ってるんですよ。いや、わかるわ。わかる。いや、人間ってさ、強欲な生き物だからさ、こう、たとえどんなにいい人でも、こう、甘いささやきをされるのするとさ、こう、ついついこう、ついていっちゃうんだよな。いや、そういうもんなんだよ、人間って。いや、わかるわ。ね、僕も芸人やらさせていただいてるんですけど、違う職業に興味持ってるんで、今から発表しようかなと思ってるんですよ。あ、そうなの？あ、じゃあほら、言いなよ。今から言うの。せーのでいいよか。せーのでいいよ。じゃあ行くぞ。行くぞ。行くぞ。せーの。はい、言わない言わない。自分のタイミングで言うから。ほらほら、お前、おい、ふざけろ、言えよ、お前、おい。あ、ほら、お前は、おい。おい、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 お前誰だよ。お前が誰だよ、お前。お前誰だって、なんで相方じゃねえか、お前。あ、割り間違えた。なんと間違えんねん、お前。洗濯機かと思った。ここにあるわけねえだろ、お前、洗濯機がよ、お前よ。あ、違う職業っていう興味があるっていうのは、服屋をやりたいんですよ。いいですよね、服屋の店員ってね、本当に。グレート義太夫さんじゃなくて。似てるけども、あの人職業じゃねえよ、お前よ。グレート義太夫さん似てるけどもな。で、服屋の店員っていいじゃないですか。いろんなものをね、お客さんに売ったりとかしてね、笑顔で帰ってもらってね。皆さんもね、多分同じだと思うんです。ね、皆さんも多分同じだと思うんですけどね、笑顔で帰ってもらうってコミュニケーションも取れますからね、お客さんとピロ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 ね、やめてくださいね、皆さんもね、多分一緒だと思うんですけどね、楽しい気分になれますからね、そうするとコミュニケーションね、取れてね、よかった。なんだお前、ピロ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 、お前何がやりてんだよ、お前それ何なんだよ、お前ピロ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 、何なんだよお前それ、お前何やりてんだよ。はじめまして。はじめましてね、お前。ずっと喋ってんじゃねえかよ、お前よ。お前、話ぐちゃぐちゃにしてんの分かってんだろ、お前。この話のうちどうやってつけんだよ。じゃあ、いつものあの、ピロピロシャバシャバやれよ。やったことない。なんだよ、これ。シャバ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 。いや、いい加減にしろ、もういいの。あ、もういいの。タックル中でも投げてる時でもアマレス電話かかってきた時ワンタッチで電話に出れるけれど、かける時にはいちいち外すよアマレス電話両手が下がってる時バイブが鳴ったら相手が切るまで頭がくるくるアマレス電話電車の中では携帯禁止だから外してから乗るけど、駆け込み乗車で外せずくるくるアマレス電話もしもし、ダジラ電話、すいません、普通の携帯は画面に番号出ると思うんですけど、アマルス電話って画面がないから誰からかかってきたか分かんないんですよ。万が一身内の不幸とかの可能性もあるんで、一応かかってきた電話は毎回取るようにしてます。アマルス電話便利サイトへ一般市民に浸透して いろんなデザインができたよアマレス電話。一番人気のセイントセイヤが流行りだしたけど、タックルやったら相手に刺さるよアマレス電話。痴漢に遭っちゃう可愛い子には防犯タイプが浸透していき、満員電車で痴漢に安心アマレス電話。防犯タイプは可愛い子限定アマレス電話。アマレス電話、ありがとうございました。今日も良かったです。ありがとうございます。握手
待ちしてますね。あでも毎回出待ち大変でしょ。いやいや、いや大変ですって。そんな毎回出待ちしなくてもいいんですよ。春馬さん、僕はあなたの大ファンなんです。応援したいんです。だから明日以降も出待ちしてますからね。あでも僕コンビニ店員なんて迷惑なんですよ。わかります？知らない人にずっと待たれる気持ち。本当にやめてください。怒ってる春山さんかっこいいな。なんでそうなれるんだよ。あの、質問していいですか？あの、なんかその、なんでこのコンビニで働こうと思ったんですか？いやもう家が近いから。じゃあ、あの肉まんいかがですかっていう時どういう気持ちで言ってるんですか？肉まんいかがですかって思って。うおー、じゃあ、あの、シフトを考える時ってどういう時に考えるんですか？暇な時に。やだ、かっこいい。かっこいいやなんだよそれよ。これも返すよ。これ手作りなんで。いらない。お願いします。手作りなんで受け取ってください。何これ。僕のお面です。本当にいらないよ。もう顔を覚えられたくて。この状況十分覚えたよ。なんでここで君が待ってて、こいつが家で待ってんだよ。地獄だよ。そんな。お母さん呼んで。親に話つけるから。親呼んでいいんですか？親もファンです。親もファンです。もう家族全員ファンクラブに入っていて。俺ファンクラブで来てるの？あります。なんだよそれ。もう会長に報告したいな。君会長じゃない？はい、会長じゃないですよ。会長誰？あ、名前僕わかんないです。あの、誰の姿見たことないんですよ。なんかニューヨークで霊媒師やってるそうです。お、ブリブリ君よりやべえじゃねえかよ。有馬さん、応援してますからね。このコンビニやめる。
いや、ならやりましたね。この人、習わない。何がいいことだよ、それ。社会にも習わない。どういうことだよ、それ。あと、あれですよね、ハードル競争ね。用意の、皆さん飛びますよね。この人、飛ばないですからね。そんな小さくないだろ、俺。ほぼ優勝。ほぼ優勝って、バカにしてんの。下手したらね、子役もいけるって。それは無理だろ、お前。背小さいからやってるわけじゃないからな。そうですか。バカにしてんだろ、お前。しないでちゅよ。バカにしてんな、お前さっきからさ。そうじゃなくて、俺は背が低いせい、背の高い女性と付き合うのが難しいっていう悩みを抱えてるんですよ。ああ、じゃあそしたらお前何センチか皆さん言ってやれよ。161センチなんですよ。ああ、じゃあ大丈夫ですよ、お前。女性の平均身長はね、158センチですから。マジで？大体これぐらいですね。で、大体ね、女性ヒール履きますね、こうなります。ダメじゃねえかよ、じゃあ。なあ、ええじゃねえよ、ダメじゃねえ。でも大丈夫ですよ、女性のね、約 70% はね、自分よりもね、身長の低い男性とね、付き合いたくないんですって。ダメだな、それも。ダメじゃねえかよ。うんじゃねえよ、もう付き合えねえじゃねえか。俺じゃあ背高い女性とさ。大丈夫だよ、お前のこと励みになるか分かんねえけど、カマキリってメスの方がでかいらしいよ。励みになんねえよ、それなんだよ、お前バカにしてんだろなあ。じゃあお前そんな怒んならさ、お前努力してきたのかよ。お前努力とか言うけど、身長伸びるかどうかなんてあれ運だからね。ご覧ください、努力です。俺ね、生まれた時これぐらいだからね。みんなそうだろ、それは。マジか、お前。何の努力してその身長になってんの。まあ大体ね、睡眠時間を太ったりとかね、牛乳ガブガブ飲んだりとか、芝居にはね、雑誌の裏に載ってるね、サプリメントを取り寄せましたよ。マジで。ポリ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 食べてね。そんなやってんの。ね、やりましたよ。でもこんなの皆さん大きくならないですからね。もっとでかくなる方法ありますから。親の遺伝。運だな、それ。運じゃねえかよ、もう。お前の言ってた努力何だったんだ。やったことない。やったことねえのかよ、もう。お前に相談した俺がバカだったわ。じゃあバカじゃないよ、なんだよ。チビだよ。アロマブレンド。はい、どうも。アロマブレンドです。よろしくお願いします。教師に憧れてましてね。教師ね。教師何がいいかってこう、悩みを抱える生徒の相談乗ってあげる教師、かっこいいじゃん。かっこいいね。そう、だから、うん、悩みを抱える生徒。なるほど。俺教師やるから相談しに来て。わかりました。先生、相談があるんだけども。俺がおっさんやねん、お前。最近自分の枕の匂いが臭くて臭くて。やっぱおっさんやねん。病気ですかね。加齢臭や、お前。加齢臭。年相応に出てくるやつやねん。なるほど。私、恥ずかしながら42浪しておりまして。続けんのか、そのキャラ。今年やっとこの定時制高校に入ることができたんです。遅いね。そこで先生に相談があります。ね、青春とは何でしょうか。知らんわ。ね、そのおっさんの青春の意味俺が聞かなあかんの。では恋とは何でしょうか。余計知らんわ。真剣な顔で聞いてくな、恋愛のおっさんが。これ私の初恋はかれこれ40数年前に遡ります。昔の話すんだよね。ちょうどこの桜の木の下で出会った素敵な女性でした。ちょっと急にロマンチックな話になりましたね。その女性も今ではここの学校の校長先生です。校長先生。はい。もしかしてそれ情けで入れてもらいました。やっぱりか。最低やないか、情けで入れてもらうて。お前先生、私思うんです。何やねん。人生ってコネクションですよね。最低やないか、お前。何お前、ごもっともですみたいな感じで言ってくれたの。だいたい42路してコネクション使うとお前にはプライドないんかい。プライドなんて家庭と一緒に捨ててやりましたわ。何恐ろしいこと言ってくれた。何笑顔で恐ろしいこと言ってくれた。どうもお前。あと、もう一つ相談があります。まだあんのかい。実は隣のクラスの孫がですね。マーコ、ええ、孫まで一緒に入学してきた。お前それ顔は私と瓜二つでして。うさいきやな、お前。坊主にお下げです。坊主にお下げ。お前どんな状態や。クラスのマドンナです。マドンナ、学校かしらもわかんない。止まれ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 。全然相談できん。大体ね、人の相談乗る前に自分の将来考えなさいよ。お前もじゃやめさせてもらおう。どうコータと申しまして、僕は日本人のコータで、こちらね、皆さん驚いてると思うんですけど、パキスタン人のアリ君なんですけどもね、アリコータと申します。よろしくお願いしますね。まあ、皆さん、パキスタンってね、国どんな国かわかんないと思うんで、はい、僕はね、分かりやすい一発ギャグ考えてきたんで、見てください。パキスタンという国が分かりやすい一発ギャグ、あ、お願いします。パキスタン一発ギャグ、あ、ビール見えてる、ガチャ。国がやばい。確かにやべえけどよ、おい。
すみません。じゃあね、フランクに行きましょうね。すみません。いや、本当にこんなにたくさん集まっていただいてね。もう嬉しいです。ちょっと待って、俺話してんじゃねえか。ボビー・オロゴンが本当に思っていること。なんだそれ、お前。白人みんな死んじゃえよ。思ってるわけねえだろ。やべえやつじゃねえか、お前。ただ単に、お前。そんなこと思ってませんから、勘違いしないでください。いい人ですからね。で、こんだけ集まっていただいたんでね。お願いします。なんなんだろう。オール巨人師匠が後輩に伝えたいこと。なんだよ、それ今必要？私もね、長いことね、芸人やってましたけども、ちょっと似てんな、おい。後輩たちにね、若手の子たちにこれだけやってたって、ロシア人が一番気持ちいいよ。下ネタじゃねえか、お前。そんなこと言うわけねえだろ、お前よ。バカか、お前。ほんと黙ってろ、ちょっと。ねえ、こんだけ集まっていただいたんでね、これから六本木あるあるいます。なんだよ、お前。六本木近いけどさ、ここさ。六本木にいる外国人は、大体右利き。当たり前じゃねえか、おい。みんな大体右利きだよ、人間は。やや受けだな。やや受けとかいいんだよ、別に。お前テロリストだろ。やめろ、やめろ、やめろ。何を言ってる、お前。皆さん、下品な言葉って言って申し訳ございません。いや、本当だよ、お前。今からね、テレビで使える平和なね、ショートコントをやります。なんだよ、急に。ショートコント、テロリスト。あ、やばい、やばい、もう絶対、絶対。ファックアメリカ。ファックアメリカ、ファックアメリカはやべえだろ、お前は。あー、くなしい。日本人それも、おそらく。お前テロリストだろ。違う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 。ふなっしー日本人だ。お前何やってくれてんだ。俺が話してるのお前全然ダメじゃねえか。漫才できてねえよ、これ。あ、消えた。おい、差別だろ。差別だろ。
ガム。変なスカジョ。今日はこいつとゲット。見せるぜ俺のバット。俺が目指すは一等。そして最後に、なんだ悪そうなやつは大体友達めー。なんだこいつ。俺侍って言ったよね。これちょっとめー。もうダメだわ。もっと侍らしいのありましょうよ。侍らしいの、ね、侍らしいの、ね、貴様わしのことを知ってとくのか。俺の相方でいい。いやそうだけども、そうだけどもね。ごめん。ごめんじゃないわ。メンツだからやめてもらえない。メンいらないの。いいから刀を受け。かかってこい。どっから抜いてんの。なんで頭から抜いた。横だ。でもこっからは決闘だ。あ、決闘だ。お互い強いから勝負は均衡するんだ。均衡するんだ。行こう。キン様なかなかやるではないか。そういう貴様こそなかなかなかやられてる。やられてどうすんだこれ。違うだろ、お互い強いから勝負は今だ。でもなんで隙見てやってんだろ。隙見てやんないで。右見て、左見て、隙見て、今だ。いけんなおい。どうしてくれてんだお前。謝れ。ごめん。謝る気ないよそれ。もういいよ、俺がね、かっこよくお前を切って終わればいいんだよ。切って終わればいいんだよ。行くぞ。プシッ。ギャー。死んだね、死んだね。目立っちゃってる。俺より目立っちゃってるよ。目立っちゃダメなの。目立っちゃダメ、俺が目立たなきゃ。当たっちゃうから目立たなきゃいけない。行くぞ。はっはっはっ。だから言ったのに、はっ。さあ、ごめんか。お前やんな。なんでお前やんだよ。やっちゃダメなの。やっちゃダメだ、俺がやるね。あ、はっはっはっ。そうだ。行くぞ。プシッ。いやー。だから言ったのに、はっ。さあ、ごめんか。でも、俺さんぐらい、こんなことではどんとこらい。いや、もういいわ。どうもありがとうございました。あ、やめ。ありがとうございました。めっちゃやめとか言っちゃった。ということで、D ブロックが終わりましたので、面白かった芸人さん2組に丸をお願いいたします。お願いいたします。パンパンですね。ありがとうございます。じゃあ丸を2組に丸をつけてもらって、じゃあ芸人さんまた改めて回収の方ご協力お願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。さあですが、面白かった芸人さん2組に丸をお願いいたします。いやありがとうございます、ね、最初僕、天津ラーマンリアミが面白かったら丸をって言ったんですけど、ね、入れてくれた方もいるのかなと思うんですが、とりあえずなんか僕だけなぜか結果を教えてくれて、僕の今日だけ教えてくれたんですけど、なぜか7票いただいてました。ありがとうございます。ありがとうございます。他の方はまだ知らないですよね。なぜか僕のやつだけを知ってもらったんですよね。さあ大丈夫ですか。集まりましたかね。まだ渡してない方っていらっしゃいますか。あ、ごめんなさい、まだ渡してない方いらっしゃいますよ。飯間くん、はい、まだもらってない方、あ、渡してない方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。よろしいですか。大丈夫そうですかね。はい、大丈夫そうなので、大丈夫そうなので、お待たせしないですね、大丈夫ですね、いきますよ。じゃあ、お待たせしました。いけますか。はい、かしこまりました。では、それまして、改めまして、ショーケースの時間をお送りしたいと思います。改めまして、社会の窓です。拍手。いただきますので、よかったら一緒に振り付けとかもやってみてください。来年の1月8日発売になりますセカンドシングル1についてです。聞いてください。